第2回輪投げ大会。いやまさかこの企画に第2回があるとは思わなかったですけど、メンバーフルメンバーの全員違います。前回はあの戸田くんとね、慎吾ちゃんとレンズと僕と4人で対戦したんですよ。その時の優勝者は、まあ、前回のものを見ていただいて、今回はリニューアルしたメンバーで自己紹介お願いします。はい、先生、高島悟です。千葉から来ました。よろしくお願いします。悟さんです。はい、お願いします。さあ、そして井上です。よろしくお願いします。そう、なんと元自衛官でございます。さあ、そして、ヨッシーです。お願いします。そう、ジャストグロウィングアップのメンバーヨッシーです。よろしくお願いします。ということで早速ね、はい、もうこの5球で勝負。まさにあれがポイントです、ね、あのこの数、あのここに2個入ったら要は10点ってことですよね。ああ、そうそうそう。じゃあ9点をいっぱい狙えば、9点をいっぱい狙えばいいってことです。そう、なるほどなるほど。そういうことです。はい。じゃあそういうことで。距離は。よし。でいい。ここでね、ここの緑。はい。じゃあじゃんけん。個人戦で。個人戦です。はい、最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、こうでしょ。あ、最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こう。ああ、じゃあ、最初はグー、じゃんけん、ポイ。順番選べます。1じゃあ僕最後。じゃあ拓哉さんの2投目。おお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 16。やっと。いや、ていうか、これ、余裕で優勝でしょ。前、こんなに入らなかった。強い。あれ、実は輪投げプロなんですよ。バレました。あの、職業でやってらっしゃる。あ、そうだ。あ、やっぱり。あ、元自衛官って、今は輪投げのプロなんですよ。そういうことだった。じゃあ、高島さん、行きましょう。いきます。負けない。彼は左利きです。うわぁ、コースはいいが。あ、そう。さあ、丁寧に、ラスト。ああ外れた、落ちた、ポイントゼロです。さあ、それでは、高原君、出よう。さあ、1投目外した。おおい、なんかこれ、投げ方がもうあれだぞ。おお、すげえ。すごいね。17。マジで？まさかの。じゃあ僕はすぐに逆転してやろう。もうね、一回僕経験しますから。あ、9狙ってかない。あ、6。ということで、もうさっくりと。これ終わり？終わりです。あ、終わり？さあ、ということでね、はい、今回のチャンピオン、はい、ヨッシーでした。お待たせ、一言。まあ、初めてでプロを倒してすごい歓喜が高まって、これからのクロスミントが楽しみです。お待たせ。